BBC 日本は謝罪も賠償もしていない本日 BBC が日本の寂しい天皇制反対派改厳に沸く国内で縮小と題したニュースの中で第二次世界大戦中の日本軍の残虐行為による被害が特に大きかった国の中には日本はいまだに十分に謝罪していないし十分に償ってもいないという主張が残ると報じてしまいました こちら、どの国に対して言ってるのか分かりませんが、日本はすでに何度も謝罪も賠償もしております。例えば、韓国政府に対しては、もう何度もです、ね、謝罪もし、直近では必要もないのに、いわゆる慰安婦問題で、さらに日本政府は国民の税金を使って賠償を行いました。 日本政府には、こういった BBC の変更報道に対して、直ちにですね、抗議をしていただき、早急に報道を訂正させるようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました